悩みは突撃先の読み意味がひどいことかな。洗濯して掃除して買い物行って餅を崩してあ忙しい。じゃあちょっとソラさん、が口癖のこのブラックヘアは姑の黒は、結婚前の姑は私たちについても我関せずだったが、ゲンの好きにしたらいいわ。本音は当初から私が気に入らなかったようで、席を入れた瞬間、ちょっとソラさん、あなたが来てからガス代がすごく上がったんだけど、もっと節約してちょうだい。すみません、あんたらの好きな焼き魚やら煮物やらはガス代がかかるんです。七輪使えってか。あんたが寝てる時に七輪炊いてやろうか。また次の日、ちょっとソラさん、あなたの口座の暗証番号って何？教えませんよ。何言ってるんですか。はあ、嫁の口座から引き出して何が悪いの。もう家族で共有の財産でしょ。通帳、防犯のためにタンスの奥、しかも下着の間にしまっておいたのに勝手に漁ったの。ドン引きだドン。何騒いでんの。これは夫のゲン、カクカクシカジカエゾシカヘルシーで、遠回しに助け船が欲しいと状況を説明したが、ああそんなことで喧嘩してんのか、くだらねえな。部屋で映画見てるんだからほどほどにしろよ。はい、役に立たねえ。教えなさいよ、教えなさいよ。暗証番号の漏洩はなんとか回避できたが、夫の態度はショックだった。姑のいびり&無関心な旦那、プラス認知症気味で毒にも薬にもならない姑に囲まれ、少しずつ私の心は限界に近づいていった。ある日、姑が趣味でやっている畑から野菜が収穫できた。どっさり取れたぞい。わーすごい。小さいし形も不揃いだし、全部刻んでミネストローネにしようかな。あらら、頭おかしい人みたいにぐちゃぐちゃ切り刻んで恐ろしいわ。せっかくお父さんが育てた野菜をよくもまあそんな雑に。スープにするので細かくした方が飲みやすいと思いますけど。あら、今晩洋食なのね。私とお父さんの分は和食にしてちょうだい。あ、でもメインはほとんどできてるんですけど。だから2人分の和食を急いで作りなさいって言ってるんでしょ。私もお父さんも和食の方が好きなの何度も聞いてるでしょ。はぁ、本当に物覚えが悪いんだから。まったく、なんでケンもこんな不出来なのを選んじゃったのかしら。もっとマシな嫁が欲しかったわ。プチッ、私もこんな粗悪な姑がいる家だと分かってたら嫁いだりなんかしませんでしたよ。私はその日初めて反撃に出た。バン。はっ、ちょっとソーラさん、どこ行くのよ。お暇をいただきます。いざという時を予測し準備していた家出袋を掴んで実家を出た。その日は隣町に住む兄の家に泊めてもらい、すぐに旦那にメッセージを送った。野菜をみじん切りにすると頭おかしいって笑われるような家には住めない。バイソラ、夜に帰ってきた返事は、バカなこと言ってないで早く帰って飯の支度しろだったので既読スルーした。翌朝、着信履歴やばーとか言ってたらかかってくるし。はい。ちょっと、あんたの通帳どこやったのよ。私の様子を見かねた兄は電話を代わり、真っ先に探すのがうちの妹じゃなくて通帳なんですか。昨晩ある程度は本人から聞きましたけど、全ての元凶はそういうところですよと言ってさっさと電話を切ってしまった。兄がはっきりと姑を否定してくれたからか、少し涙がこみ上げてきた。携帯はサイレントにしとけ。焼肉行くぞ。お兄ちゃんのおごり、任せろ。やった、レバー美味しいとこがいい。そういうとこって高いんだよ。兄の金で焼肉を堪能していると、今度は旦那から着信があり、またいろいろグダグダ言われた。じゃあ先にそっちの言い分聞くから、紙に過剰確認書持ってくれ。記事課で私がアウェイで平等じゃないでしょ。はぁ、てかめっちゃ食ってんなお前。数時間後、夫は焼肉を頬張る私に呆れつつ、ご丁寧に伝書バトをしに来た。プルポー、なんだかな、本当に私を連れ戻す気あるのかこいつ。姑の言い分はこうだった。嫁は洋食ばかり作るからずっと不満だったのよ。嫁が嫁いできてから光熱費は跳ね上がるし、一人増えただけなのにおかしいわ。料理は冷凍食品ばかりで食べた気がしない。自分で作りたくても台所に女が二人立つべきじゃないし、私は家事を引退した身だから嫁に改めてもらうしかないでしょ。嫁はデブだから2階でドタドタうるさいし、隠し通帳なんて絶対何かやましいこと考えてるに違いないわ、などなど。じゃあこれに対する私の反論だけど、私は節約しろって言われたからレンジ調理や炒め物メインにしたんだよ。なんだかんだお母さん残せず食べてるよね。光熱費にしたってお風呂にはみんな好き勝手な時間に入るし、電気はつけっぱなし。床冷えを嫌うお母さんが毎夜作る湯たんぽのお湯だってバカにならないんだよ。それに冷凍食品って言うけど、休日に作りだめしたものですら嫌がるなら、お母さんが毎日台所に立ってくれて構わないよ。私は全く気にしませんから。階段が辛い若いのは上に住めって言ったのはお母さんだし、お母さん私より15キロ重いし、結婚前に貯めたへそくり口座に口出しされる言われはないし、っていうか人の下着漁るとか本気で気持ち悪いし。
し、その場で全ての鬱憤を紙に記し、旦那に持って帰るよって渡す。じゃあこれ。いい大人なんだから直接話し合えよ、めんどくせえな。あ、じゃああなたにはこれもね。魔法のクリーンペーパー。なあ、当てつけかよ。喧嘩してんのは母さんとだろ。嫁がいびられてても我関せずな態度のあなたともこれ以上やっていけない。あなたたち親子揃って縁切らせてもらうから。なあ、ふざけんな。さらに3のダメージ。ふざけてんのはあんただろ。よく相手の身内の前で堂々と手が出せるな。今のやりとりは全部録音してる。しっかり妹の離婚の材料にさせてもらうからな。なあ、お兄ちゃんファインプレー。その後、離婚話が本格的になるにつれ、夫と姑は態度を一変。お願いソラさん、私たちが悪かったわ。まだお前と別れたくない。考え直してくれ。いやです。夫の自業自得で診断書もゲットし、私は有利に離婚することができた。二人は体のいい駒使いを失い、家事と認知症の進んだ姑の介護に追われているらしいが。なこと知らねえ。スイパラ最高。私は久々の独身を満喫していた。